ウクライナ南部のヘルソン州において、ロシア軍が援軍を送れなくなっているという情報を入手したよ。これまでもヘルソンでは、ウクライナ軍が T-72 戦車など5両をはじめとして60以上を撃破しているみたい。ヘルソンという場所は、ウクライナの南部黒海に流れるドニプロ川の河口より約 25km 上流の右側に位置する港湾都市であり、1778年に黒海地方を守るロシアの要塞として地図に掲載されたぜ。黒海におけるロシア最初の軍港になった経緯もあり、当然そこには造船所も建設され、1901年には運河によって大型外洋船の出入りも可能になり、革命後にはドニプロ川の水路が改修されているな。ドネプロペトスロフスクとハリコフを結ぶ鉄道路線として活用されているみたいだね。そうだね。さて今回はロシア軍がなぜ援軍を送れなくなったのかということに関して詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。8月30日にウクライナ軍は、ロシア軍が占領中の南部ヘルソン州において奪還作戦を本格的に始動させたことを機に、ドニプロ川以西に展開しているロシア部隊に対して、220回以上の砲撃を実施し、T-72 戦車5両の他に軍用装備品を60以上破壊したことを発表したよ。この件に関して、モスクワに本社を置くロシア国営のタス通信も、ヘルソン州でウクライナ軍からの砲撃が7時間から8時間にわたって続いていたとし、ロシア側当局者とされている幹部の証言を伝えられるとともに、ウクライナ軍の反攻が開始されたことが明らかになったね。この南部ヘルソン州奪還の反攻作戦についてウクライナ側は、ロシア軍へ情報漏洩が起こり優位に立たせてしまう恐れがあるとして、戦況や作戦の進捗などは情報統制を強いられているようだな。アメリカの CNN テレビで米国当局関係者が、ここ数ヶ月間、アメリカ合衆国はウクライナ軍が南部ヘルソン州を奪還するのに十分な兵器を供与してきたと述べ、ウクライナ軍の奪還作戦成功の可能性が高いことを示唆したみたい。ウクライナ軍の報告によると、8月30日までにヘルソン州内でロシア軍に占領された集落のうち、51の集落を解放したとしているんだけど、そのうちの33の集落では停電が続いているような状況だったようだね。この日にウクライナ国民に届けられたビデオメッセージの中でゼレンスキー大統領は、南部ヘルソン州や東部ハルキウ州ドネツク州などの最前線全てで激しい戦闘が続いているが、必ずウクライナ軍は勇敢にロシア軍を食い止めていると述べ、ウクライナ軍兵士の勇姿を伝えたんだって。さらにゼレンスキー大統領はクリミア半島からハルキウ州に至るまで、一時的に占領された我々の領土で、ロシア軍にとって安全な基地や静かな場所は一つもなく、今後も存在しない。ウクライナ軍はロシア軍の兵站倉庫、司令部、装備など全てを破壊すると断言したよ。頼もしすぎるリーダーシップだね。加えて我が国土を侵略しているロシア軍が取る行動は2つに1つ、逃走か投降であり、その他の選択肢はないと強調し、大統領はクリミア半島に住むウクライナ国民に対して、ロシア軍の施設から可能な限り離れるように訴え、ロシア軍の情報を現地に潜入しているウクライナ特殊作戦軍の部隊に報告するよう要請したみたい。また、ウクライナ大統領府の顧問のトップを務めるオレクシー・アレストビッチ氏は、国内のロシア軍への反攻については時間がかかるものの、敵をじわじわと痛めつけるだろうと、テレグラムに投稿した声明で説明したよ。ウクライナ軍が南部ヘルソン州内を流れるドニプロ川に架かる3本の橋をアメリカや西側諸国から供与された、高機動ロケット砲ハイマース M270MAS2 などの多連装ロケット砲システムマースから発射された、GMLRS 精密誘導攻撃によって大型車両を通行不能にしているために、あることが起きたみたい。現在、ドニプロ川西岸に展開する部隊に対して、補給が困難な状況にあるだけでなく、増援を送るにしても戦車などの重量物は渡過させることができず、兵員とわずかな物資を送り込むことにも制限を受けていることだな。そこで戦車や大型車両が通行できる浮き橋などを設置したとしても、橋を通行不能とした誘導型多連装ロケット発射システム GMAS の標的にされるだけだと指摘されているぜ。実際にロシア軍がバージ橋家を繋いだ連絡線を作り、人や小型車両などを渡過させていると報じられたんだけど、それらの場所を砲撃していることをウクライナ軍司令部の報道官が述べており、ドニプロ川西岸地域に展開している部隊への補給が困難な状況であることへの変化は見られなかったよ。ウクライナは徹底して補給をさせない気だね。すでにロシア軍は、ヘルソン州にあるヘルソン国際空港などを利用して、空挺部隊など8000人の兵隊を増援として送り込んだらしいんだけど、それらは軽装備である単なる駒に過ぎないと見られているね。しかも、ウクライナ軍の反抗する戦力にならないどころか、単純に戦傷者とウクライナ軍への投降者を増やすだけであると逆に専門家から指摘されているな。
このような状況の中、イギリス国防省は8月31日にウクライナ軍が南部で反撃を継続し、複数の地点でロシア軍を押し戻したという分析を発表し、ロシア軍が南部戦線での兵員不足を予備役の招集や東部戦線に展開する部隊、あるいは一部動員令による訓練も受けていない準軍人の戦闘加入によって補填しようとしていることが明らかになってきたんだ。しかし、予備役招集には時間が要するため増援として緊急に派遣することは不可能で、しかも、この1ヶ月の間にかなりの部隊を南部戦線に置きている東部戦線の部隊をさらに南部へ回すことになると、現時点では既成の東部のウクライナ軍もまた、反攻に転じる可能性が高くなるだろうね。どちらにしても、ここ数ヶ月間の進撃が停滞したことにより、主導権を完全にウクライナが握るようになり、ロシア軍は受け身に回っている現状で逆にウクライナ軍の動きに翻弄されているように感じるが、ゼレンスキー大統領をはじめとするウクライナ政府の高官たちは、ヘルソン州での反攻に迅速な勝利を期待してはならないと警鐘を鳴らしているぜ。今回の攻撃に関しては時間をかけてドニプロ川以西のロシア軍をゆっくりと囲って追い詰めるべきだとも訴えており、ウクライナ軍が急激に攻勢へと転じてしまったら、ロシア軍は身を守るために抵抗してしまい、双方に多大な被害が生じることは明らかだと見られているからね。ウクライナ軍は従来のようにハイマースなどのGマースを使用してロシア軍の補給路を断ちながら、じわじわとヘルソン市を包囲して、戦車や大型車両のみ通行不能にした、アントニクスキー橋からロシア軍を徒歩で廃山兵のように撤退させるのが理想的だとも言われているぜ。ウクライナ軍としては、ヘルソン市で市街地戦となり多数の市民を巻き込むことを望んでいなくて、ロシア軍が投降するかドニプロ川を溶かして撤退することを願っているってわけだね。一方で戦闘が激化して原子炉崩壊の危機が懸念されているザポリージャ原子力発電所において、8月30日に国際原子力機関 IAEA の調査団がウクライナの首都キーウへ来訪したみたい。グロッシー IAEA 事務局長らがゼレンスキー大統領と会談しリスクを排除するには、原発内や周辺の非武装化に加え、管理をウクライナ側に完全に移すことが必要だと大統領自ら主張したんだって。また、グロッシー氏は31日にキーウを出発する前に記者団の取材に応じ、ザポリージャ原発の調査は数日かかるという見通しを示し、我々はこれより戦場に入ることになるため、ロシアだけでなくウクライナからも安全の確保について明確な保証が必要だと強調したよ。その後、無事に IAEA の調査団はザポリージャへ入り、9月1日から原発の安全問題に関する調査を開始し、原子炉への損傷の有無や使用済み核燃料など放射性物質の管理状況等について確認したんだ。そして9月7日には核燃料の貯蔵施設の近くでも被害が確認されたなどとして砲撃を即時に停止するよう訴え、原発周辺を安全な区域に設定するよう提案したみたい。加えて、グロッシー事務局長は専門家を現地に常駐させる意向を示しているんだけど、ザポリージャ原発が位置するドニプロ川沿いのエネルホダル市はロシア軍が占拠しているため危険すぎると今は時期尚早だと言われているよ。同市では、8月31日にもウクライナ軍、ロシア軍どちらかわからない砲撃があったと伝えられており、原発周辺での砲撃が落ち着かない中で、妨害を受けることなく調査団が任務を遂行し、世界的に高まる核災害への懸念を緩和できるかどうかが注目されているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。